52歳でディアラボ会員です。2年ほど前に第5師匠を知り、運動と、食事を気をつけるようになったり、先に乳がんが見つかりました。まだ検査中ですが、かなり悪いものかもしれないので不安です。これから病に向き合って心構えについて教えてください。とりあえず今、マインドフルネス、ストレス制御法を読んでいます。重い話ですいませんってことなんですが、これはね。まあでもストレスだよね、やっぱ。まあでもね、がんのね、原因ってね、これ悲しい話なんだけど、俺もね、ちょっと、てか、うちの兄弟はがんで母親を亡くしてるんで、この研究はちょっと僕理不尽だなと思ったんですけど、がんは確かにストレスは原因にはなる。ただ、がんになってしまう理由の1位はただの不運っていう。うん、マジか。うん、ランダムなの、ランダムなの。ランダムなの。一番の理由はね。多分、それ人類がまだ原因がちゃんと分かってないって可能性もあるんだけど、ってのがあるから、うん、ただ今は、そのね、俺らのね、母親の時よりも技術が進んでいるし、その、純粋にほら、よくほら、癌が消えたみたいな、食事で癌が消えたとか言ってる人いるけど、あれも別にそれで癌をじゃあ消せるから、もうね、なんか治療一切受けないとかってのは良くないけど、ただ体にいい食事を取ったりとか、炎症対策になるような食事を取ったりとか、負担がかかりすぎないようにね、適度な運動するとか、そういうのはさ、間違いなくいいわけだから、で、癌細胞って日々生まれてるのね、俺らの体で。俺ら全員の中で生まれてるのよ、今。まさに癌細胞。そう、でも生まれた細胞を、体がちゃんと処理してくれてるから、その癌細胞になる細胞をね、処理してくれてるから、だから俺ら健康で生きていられるわけよ。そういう意味で言うと、自己治癒能力的なものを高めるっていうのは、現代の治療法の代替にしてはいけないんだけれども、怪しい代替量とかいっぱいあるからね。そういうのにしてはいけないんだけども、治療を受けながら健康的な食事とか、そういうのを心がけるのは全然いいと思うんで、そのコンボでやっていくのは僕はいいかなと思います。はい。なので。確率をちょっとずつ高めるってことね。そう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 。だからおすすめとしてはそうだな。鈴木優さんの本とか。もめっちゃやってたな。そう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 。でもそれはね、やっぱりね、早い段階からやるのが本当はいいんだよね。今チャット打ちましたけど、フロー長寿メソッドって本とか。あとは、焦げ食べすぎると癌になるは本当です。はい。それエイジスってやつですね。老化物質なんで。だから低温調理とかいいですよ。あとは。食事だったら。歯磨き粉の発泡剤とかもなるっていうね。ああ、なるなるなる。あれはもうガチなやつね。例えば、本当にガチなやつだったらこういう。あら、かわいい。あにゃーん。低温調理の方に今出しといたんで、よかったら見ておいてください。はい、低温調理はね、100度以下で調理されるんで、このエイジスがほとんど出ないんで。1年以上やるとね、肉体が変わるよ、低温調理は。めちゃくちゃ健康になるし、痩せるし、肌綺麗になるし。低温調理、温度管理がめんどくさいっていうか難しくってな。それはあれですよ、ケイゴくんが、なんだろう、もうちょっと開発を進めてくれたら、あれじゃないですか、ツッシーの低温調理チャンネル、コースが調べれるようになったらすぐできるでしょ。ディラボにね。そう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 。統合してね。できることはでも多分食事だろうね。食事が一番大事。うん。自分ができることは、素人というか、お医者さん以外ができることは。概要欄とコメント欄から Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。